警察と検察は安倍晋三の売国自民党犯罪でめちゃくちゃになった。山口孝之の強姦の見逃しから始まったのだ。今回は鹿児島県警の本部長の不祥事が飛び出した。そもそもの発端は去年12月に起きた枕崎署の署員によるトイレでの盗撮事件。当時この署員は検挙されず、事件が表面化することはありませんでした。このほか別の警察官によるストーカー事案も発覚したものの、やはり公表されなかったといいます。こうした内部の不祥事を本田隆前生活安全部長が今年3月に県警を定年退職後、報道機関に告発しました。すると当の本田容疑者の口から野川本部長が率先して不祥事の隠蔽を図っていたという衝撃的な発言が飛び出したのです。野川本部長が最後のチャンスをやろう、泳がせようと言って不祥事を隠蔽しようとする姿に愕然とし失望しました。県警トップの本部長は本当に警察官の不祥事を隠蔽していたのか、真相解明が求められる中。本部長、野川本部長、一言お願いします。どうぞ。すいません、聞けないですか。本当なんでしょうか。一言お願いします。本部長、ご説明の責任を設ける気持ちありませんか。ちょっと通してください。いかがでしょうか。ちょっと通します。渦中の本部長は今後になっても一切答えることなく報道陣の質問を振り切りました。安倍の警察及び検察への介入がとんでもない規律の崩壊を招いた。裏金事件だけじゃない、安倍晋三のまだ解明されていない犯罪をはっきりする必要がある。